作品の主演をしかも映画でやるって聞いて、なんかめちゃめちゃ嬉しい気持ちと、大丈夫かな、やっていけるかなっていう不安が結構同時にあって、はい、なんか感情が忙しかったですね、その聞いた時は。びっくりしました。でも、はい、でまずはすごく嬉しかったです。でも小説が原作の作品に出演するのも初めてでしたし、まあ、原作が書かれたのはコロナになる前だったと思うんですけど、まあ、今はあのマスクも広まって、またこうちょっと作品として違う受け取り方もできるような作品だったので、丹羽茜を演じるにあたって緊張感はあったと言いますか、慎重に演じたいなっていう気持ちで結構ものすごくドキドキしてました。初日とか2日目とかはやっぱり不安の方が大きくて、どうしていったらいいんだろうとか結構慣れない感じだったんですけど、周りの方々がすごく優しくサポートしてくださったりとか、もう最後ら辺はすごく楽しくずっと撮影してて、いろんなことも学べて、すごく貴重な経験ができたなと思うので、本当に皆さんに感謝しかないなと今なら思ってますね、はい。マスクを常にこうしていないとっていうキャラクターだったんですけど、なんていうんですか、もう目線でのお芝居がすごくより大切になってくるなと思って、なんかどんな風に映ってるのかが分からなくて、マスクをしてのお芝居ってこんなにも大変なんだっていう、難しかったです精一杯頑張ってこの作品を撮りました。で本当にたくさんの方々が協力してくれて、一緒にみんなで作ったと思っているので、劇場でぜひ見ていただきたいなっていう気持ちがあるので、あの夜君を皆さん愛してほしいなと思います。そしてたくさん見てくれたら嬉しいなと思うので、ぜひこれからもよろしくお願いします。またね。学生生活を送られている方も、私みたいにこう卒業してした方とかも、なんかどの世代にもすごくキュンとするような要素たくさん散りばめられてると思います。私もこう演じてて、あ、なんかこのセリフがないこのやり取りの空間とかがすごく心地いいなっていう瞬間が何度もあったので、そういうものが皆さんにもスクリーンを通して伝わると嬉しいです。ぜひ楽しみにしていてください。俺お前のことが大っ嫌い。私マスクがないと無理なんだ。余計なことは言わず、いつも笑顔で言おうと決めて。作り笑いばっかりしやがって。言いたいことあんならちゃんと言えよ。私はこういう風にしか生きられないの。ほらどうだ、世界は広いだろ。誠司君が見てる世界って切なくて綺麗なんだね。誠司のこと好きとか。ごめん、もう会えないかもしんない。夜が明けたら一番に君に会いに行く。俺は何よりもう一度